で聞いてあるけど、開けていきたいと思います。今日はですね、アークの週に1回のニュースの時間、コミュニティクランチを見ていきたいと思います。本日はですね、まあ結構ハロウィンのことであったり、まああとはね、新しい新サーバーみたいなのが立てられるみたいなので、そこら辺ね、話を深掘りしていきたいと思っております。ということで本日は目的はこちら、1つ目コミュニティクランチについて、2つ目ニュースの内容で、最後にユーザーの声っていうところをね、やっていきたいと思っております。それではまず1つ目に、コミュニティクランチについてなんですが、コミュニティクランチはですね、まあ、結構ね、海外のゲーム会社になるんですけど、アークの会社っていうのはノリがね、まあなんか日本とちょっと違って、まあ、できるだけユーザーと近くにいたいみたいな感じで、いろいろ交流したいみたいなのがあって、まあ、日本だと結構あの職人が出してこれを見ろみたいな感じなんだけど、まあ、結構逆で、まあ、いろいろ話し合ったりして、いろんな意見を取り入れたり交流をしていくっていうような、まあ、ノリがね、海外にはゲーム会社にはあるんだよね。で、まあ、その中でコミュニティクランチという名前で、まあ、ニュースなんだけど、運営が週に1回ですね、まあ、出さない時もあるんですが、あのコミュニティの中のユーザーというか、まあ、俺らに向けて運営が、開発会社がいろいろですね、最新情報を出していきますというような内容になっておりますっていう感じなので、本日もですね、そういった形で、あの運営が出している最新のニュースっていうのを取り上げていければと思っております。それではね、早速ニュースの内容を見ていければと思っております。で、まず一つ目ですね、やっぱりね、ハロウィンっていうのが一番ね、今回のあの出てるタイミングとしては大きいので、10月15日土曜日ですかね、あの出ているので、日本時間としては、なのでこのタイミングに、まあ、出ているっていうところは、やはりね、あの次の週のハロウィンが始まりますというところのニュースが大きいので、まあ、あの前の週にね、あの詳細が発表されましたので、それについてはね、僕もね、別動画でまとめておりますので、そちらの方をね、イベントカラーであったり、まあ、あの特殊な生物というかボスが出るので、ドードーレックスとかドードーワイバンとか、あとは今乗ってるこういうゴースト系とか、あとはですね、あの骨になるスカルタル、スケルタルだっけっていう骨骨の恐竜も出ますので、まあ、そこら辺ですね、踏まえまして、こういう風にあのハロウィン立ち回るといいよっていうのがありますので、まあ、別動画ね、動画詳細欄置いておきますので、そちら見ていただけると、まあ、事前にね、こんな感じのイベントだったかっていう思い出したり、あとは新しくやる人はこんな感じかっていうので、まあいいんじゃないかなと思いますね。ちょっとね、普通のやつよりはあの、まあ、なんていうんですかね、癖が強いイベントになってますので、まあある程度ね、まあ、あの知識があった方が、まあ、楽しめるんじゃないのかなという風に僕は思ってますね。で、ちょっとね、最後のユーザーの声というね、項目でお伝えしようと思うんだけど、一個だけちょっと懸念点があって、ハロウィンに関しては去年ですね、その懸念点のせいで、結構全世界のユーザーからクレームバチクソ来て、で、なんかいろいろ修正が行われたりしたので、そこら辺含め結局どうなるんだろうねっていうところで、まあ、ハロウィン大丈夫かなっていう点だけですね、まあ、最後に取っておきたいんですが、そういった部分もあるので、まあ、ちょっと最後までっていう感じで、コミュニティクランチはね、一番のニュースとしてはやっぱりね、ハロウィンイベントやりますというところなので、ここがね、一番大きいところかなと思います。で、次にですね、新しいサーバーを、公式サーバーを立てるっていうところがありまして、結構ね、なんかね、面白いなと思ったんですけど、PVP の新サーバーというものが、新しい種類のサーバーが立てられるっていう形で、リミテッドダウンロードサーバーという形になります。で、これ何かというと、まあ、あの単純にアイテムとか恐竜を持ってこれないっていうサーバーですね、の PVP のサーバーっていう形になってます。なので、あの最近だとさ、もうアーク発売して7年だっけ8年だっけ、かなりの年数経ってるんだよね。なので、まあ、あの転送開始とか解禁になったら、もうバキバキのブリギガとかレックスが来るわけですよ。なので、一瞬でね、ヒエラルキーがドガーって変わるんですよっていう感じなんだよね。なので、そういったところを、まあ、やっぱりね、まあ、最近の流れだとちょっと強すぎるので、まあ、あの初心に帰ってじゃなくて、みんなフラットになるようなっていうようなイメージで、みんながですね、平等な環境で、まあ、キャラクターを持ってこれるから、レベルとかエングラムはあれなんですが、まあ、あのできるだけ平等な環境で PVP のサーバーを楽しんでほしいというような、おそらく手法で作られたのが今回のリミテッドダウンロードサーバーっていう形になっておりまして、もうすでにね、遊べるので、みんなね、いろんなプラットフォームあると思うけど、プレステとか PC とか、あと Xbox とかで、まあ基本的に全部で展開してるらしいから、プレイステーションとかはちょっと俺見れてないんだけど、俺がやってる PC の Steam 版は見れてたので、
普通にあったので、まあ、そこをね見つけていただいて遊んでいただければ PVP の結構フラットな環境で遊べるというような状況になるかなと思いますね。でまあフラットな環境は今だけなんで、はい、これ時間が進むにつれてねもちろんねいろいろ揃ってくるので、まあ、とりあえず今遊ぶとフラットな環境で遊べるっていうような形になるかなと思っておりますね。っていう感じなのでちょっと実際にどういった感じの表記かっていうのを見ていきたいと思いますので、サーバー一覧に行ってみましょう。ですね、左上のサーバー検索をやってもらってで公式サーバーっていうねセッションフィルターをかけていただくと公式サーバーがめっちゃ出ると思うんだけど、サーバー名に LDL っていう文字が入ってますので、まあ、小文字大文字どっちもいいんだけど LDL という形で検索するとこのような形でリミテッドダウンロードサーバーがブワーって出てきますっていう感じなんだよね。なのでこんな形でみんなね遊ぶことができますっていうところで、まあ、見ていただけば分かるんだけど全て PVP っていう形になってます。で一応ですね EU と NA っていう感じですね、ヨーロッパとノースアメリカ北米ですねの2カ所のリージョンで遊べるというような形なので、まあちょっと俺らからするとまあ見ていただければ分かるんですけど、まあピングがやべえみたいな、うん、基本的には100オーバーでやってくださいみたいな感じになるんだけど、はい多分俺の今の回線2,300メガなんだけど、それでもこんなピングこんな感じなんで遠いみたいなっていう感じになってますね。はい、というところなので、まあ、NAEU サーバー限定で、遊べるっていう形で、ちょっとね、クロートの人とか、よく遊ぶ人は分かると思うんだけど、スモールドライブサーバーっていうのが入ってるので、普通のサーバールールの他に、スモールドライブサーバーの LDL のサーバーもあるので、まあ、別々にこうやって置いてあるので、どっちかのルールで遊べますという感じです。で、今回遊べるサーバーに関してはですね、アイランド、フィヨルド、ラグナロク、ロスアイランドって感じなので、ラグナロク、ロスアイランド、アイランド、フィヨルドっていう感じか、ちゃんとあるねというところで、まあみんなね遊んでくださいねという形で、もうすでに入ってる人いると思うんだけど、おすごい、これ37人も入ってる、このアイランドスモールトライブサーバーかっていうところで、まあ、結構ね、まあ、人気な形になっている部分もあるかなみたいな感じになってますので、まあ、皆さんねこういった PVP で、まあ、あんまりね不公平じゃないような世界で戦いたいって方はこういった遊び方もいいんじゃないかなと思ってますね。という感じなので、今回ですね新たに、まあ、おそらくアーク2とかに向けての試作だと思うんだけど、アーク2とかでこういうのをねやったらいいよねっていう提案があって、じゃあ事前にアーク1で、まあ、試してみようかみたいな感じなのかなというふうに思うんだけど、まあ、アーク1がねもうすでに2022年で新規サービスの提供終了すると言ってるから、まあ、その中で新しいねなんかサーバー追加するっていうのは、まあ、アーク2に向けて以外にあんま考えられないから、まあ、そこら辺はまああれかなと、どうなるかなといったところですね。なので多分アーク2向けじゃねみたいな感じの印象ですね。まあアーク2が置けるか失敗するか成功するかは分かんないけどっていう感じでですね、まあ今回のニュースとしては大きく2つですね。ハロウィンが来週に始まりますよっていうのと、でさらに公式サーバー の LDL サーバーですね、リミテッドダウンロードサーバーっていうのが出てきましたので、これでみんなね不公平な環境ではなくてフラットな環境で遊ぶことができますぜというような形になっております。ということで最後の項目、ユーザーの声いってみたいと思います。でユーザーの声なんだけど、まあよくあるのがやっぱり公式サーバーの民がなんていうかな、コアユーザーには多いのかなというところで、まあ、毎回ねコミュニティクランチのコメント欄に関しては、まあ、公式の倍率アップがあるなしで結構リアクション変わってくるなっていうところがあるんですが、まあやっぱりハロウィンのところが今回ねポイントだったので、ハロウィンをピックアップしていきたいと思います。で今回からねちょっとねこのコメント欄も結構面白いから、まあ合わせてコミュニティクランチの、まあ、内容が多すぎる場合はちょっとね時間が足りないから入れれないかもしれないんだけど、まあ、入れてみようかなと。結構コメント欄最近面白くてなんかピックアップしてるので、よくブチ切れてる人とか俺なんて定期的にピックアップしてるのでコメント欄でねっていう感じなので、まあ、そこら辺含めですね今回からちょっと新たな試みでコミュニティクランチのコメント欄っていう形で、まあ、ほとんど英語圏の人なんだけど翻訳して見てるので俺の場合はね、なのでまあ欧米圏の人たちの声っていうところで、まあ、一番人口多いエリアの人たちをどんな風に考えて思ってるのかなっていうのがね共有できればと思っております。で、まあ、その公式サーバーの倍率アップに関してはそうなんだけど、ハロウィンの件なんだけど、これは、まあ、俺も多分去年動画とか生放送で言ったりしたと思うんだけど、ハロウィンね実は去年めっちゃ燃えたんだよね、うん、めっちゃ燃えた。でなぜかというと、ハロウィンのアイテムに関してはドードーレックス、ドードーワイバーンを倒すと素材めっちゃ手に入りますってっていうのがあるんですが、なんだけど
それ以外の入手経路があまりにも渋すぎるんだよね。まあ、まずスケルタルの恐竜、骨骨の恐竜を倒してゲットできる骨の数がめっちゃ少ない割には、骨骨の恐竜は HP もダメージカットもあってめちゃくちゃ倒すのしんどいみたいな感じで、さらに言うと地面から生えてくる形式のカカシ、墓石、カボチャに関しても量があまりにも少ないと。でどうしてくれんねんこれみたいな感じになってるんだよね。しかもこれなんですけど、 あまりに少なくてもうやってられんみたいな、チビペットのガチャも回せんし、スキンもなんか余裕持って作れんみたいな感じになってる中で、本当にこれはまずいと思って、その去年のイベントの最中に運営がですね、アイテムのドロップを増やしたんですね。増やしたんだけど、オンラインサーバーだけでローカル関係なかったっていう感じなので、まあ、ローカルユーザーも3割ぐらいは少なくともいると思ってるので、結構いると思ってますので、そのユーザーを全部切り捨ててしもたっていう感じの去年のハロウィンだったので、それについてちょっとブチ切れてらっしゃるお気持ちのコメントがありました。はいっていう感じで、去年のサーバーはなんかめちゃくちゃ少なくてみたいな、あんな量でイベントができると思ってるんですかみたいな、切れてる切れてるみたいな感じの人が一人いましたね。はいっていう感じで、それ見て俺も思い出して、あ、そういえば去年そういうことあったなというところで、ちょっとね注意しないといけない点としては、ドードレックスやればいいんだけど、ドードレックスやれる人って限られてるし、なんならオンラインサーバーだと競争になるから倒したり見つけたりするのが、なので限られてくるんですが、まあなんていうの、通常の状態でゲットできるのがその地面からポップアップしてムンって生えてくる、まあアイテムなんですけど、そのカボチャとかのね、それがもう少なすぎて、しかもさ時間経過で、まあ、ある程度ポップアップ場所は決まってるから椅子に座ってずっと待ってるみたいな、地獄のような状況があるんですよ、あれやろうと思ったら本気でね。なのでそこら辺はちょっと辛くなると思うので、はい、なのでなかなかね厳しいところかなという感じなので、まあ、そこがまあ母数をもう10個単位とかにすりゃいいんじゃないかなみたいな感じで思ってます。もうなんかもっと増やせよみたいな感じになると、声的にはねそういった声が多いので思いますので、俺もね。なので、まあ、変になんか渋ったりすること多いんだよね。アーク運営ってマジで謎で、なんかインスタとかはバチクソイベント素材手に入るのに、なんかハロウィンとかはもう地獄のようなマゾさなんだよね謎、意味わかんない、ずっと前からなんだけどもうよくわかんないんだよっていうね、本当にガバガバの下手くそ調整なので、もうそうやって左右に振れ幅が大きいんだったらちょっと緩いぐらいでいいんじゃないみたいな感じですね。スキンをたくさん作ったところでゲームの難易度とかシステムに悪影響とかないからなので、まあ、そんな感じでゲームバランス壊したりしないので、普通になんか地面から入るやつのカカシとかそっち系は10個単位20個単位にすりゃいいんじゃねえのって思ってますね。じゃないとちょっとねめんどくさいそんな時間なんかもうねやりたくないよね、めんどくさくてっていう感じになるので、そこだけが確かにコメント見て気づいたけど、言われてみれば去年そうやってちょっと燃えてたし、まあ今年はどうするのかなというふうな形になるので、まあ入れ替え増えたりするのはいいんだけど、まあ新スキンも出ないんで、まあ、そこら辺ね調整をまあいい感じにしてくれないとまあちょっと困っちゃうかなというふうな、まあ僕もねこのコメントに合わせてちょっと思った次第ではありますね。という感じで本日のですねアークニュースとしましては、コミュニティクランチのですねまあニュースを取り上げてまいりまして、まあやっぱりハロウィンイベントねやっぱ楽しみだよねと、1年に1回の結構大きめなドードーレックスドードーワイバンが出るイベントなので、でちなみになんだけど2022年で新規イベントの運用が終わりという形でイベントデータを今までは抜いてたので、例えば今ここでドードーレックスをですね召喚しようとしてもデータを抜かれているので出せませんっていう感じなんですけど、2022年のイベントが終わり次第そのイベントに関しては全てのイベントデータ残るようになってますので、今後はドードレックスドードワイバンが好きなタイミングで出せるようになっているというような形になるので、まあ、そこら辺がまあ前年度と大きく違う点かなというようなまあところになりますので、好きなだけいつでもねドードレックスドードワイバンで遊ぶことができるって感じで、でもハロウィンを気軽に適用するのはいいんだけど、アイランドで3日に1回ねドードレックスが湧くので、でボコボコにされないように気をつけてください急に湧くのでいろんなところにね1体しか湧かないんだけど、そのいろんなスポーン場所があるから気をつけてくださいっていう感じになってますので、まああんまりやりすぎると
やばいです、はい、テックソダムぶっ壊すんで、はい。といったところで本日はですねコミュニティクランチやってまいりましたが、皆さんのねハロウィンの予定とかね何やるとかあればぜひねコメント欄でコメントいただければ幸いです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。今日見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくね。こういう動画の他にもね、参加勢と一緒にマルチプレイで楽しく打ち上がりとかで遊んでいるゲーム実況動画もあるので、ぜひそちらもチェックしてみてね。最近はねマインクラフトで中世ヨーロッパを作る企画をやってるよ。じゃあねー。